さあ、ということで、おはようございます。くにです。今回は今ね、ドッカンバトルが、まあ、クーラとクズヤロ悟空のね、まあ、夏の大型キャンペーンで盛り上がってるということで、今回レジェンズで、使っていこうと思います。そう、レジェンズの運営さんもね、ドッカンバトルの運営さんを見習ってね、今のこのね、危機的状況を乗り越えてほしいですね。ということで、やっていこうと思います。お願いします。相手は、まあ、人造ガールズみたいな感じか。こいつってさ、なんだっけ、避けたらバニ回復だっけ。避けたらバニ 70% 回復、ドロソク。で、メインで、ドロソク必殺。なるほど。覚えときましょう。まあ、初手はクーラーでいくか。いやー、本当にちょっと俺びっくりしてるんですけど、いつもレジェンズさ、15時日付更新なんで、15時になった瞬間ね、ログインするんですけど、なんと今日今、朝5時40分。にやっとログインするっていうね。気づいたらなんか俺もログインめっちゃしなくなってるっていうね。魂ごめんな、ボッコミお前。さあ、ドロソクつきまして。いやー、出してくるか。まあいいや、龍拳で、湯逃げ回収しに行くか。キモい欲張りしてえけど。射撃欲しいな。うん、距離取ってくるか。ちょ、痛い。雷雨系いないんでね、お互い。誰捨てようか。青いらんか、一番。何してんの、お前。大丈夫ですか。さあ、クズちゃんで殴っていきましょう。なんか、あとアップデートさ、結構レジェンズ重くなってる印象あるの。うわいだけか。見えてるよ。だからさ、それで居座る意味が分からない。両対応しようか。うん、両対応してメイン。メイン綺麗や。どうした？回復回避して。痛えぞこの必殺はよ。間に合うけど死んじゃいます。どうした？だらしないな18人。はーい。落とせますね。よしよしよし。クーラーかっこいいな、めちゃくちゃ。で、必殺打ったんで読まれんと。こいつがメインで必殺呼ぶなんて誰も知らないでしょう。オッケー。落とせるよな、さすがに、ゆういち。昨日めちゃめちゃ寝ぼけたままこのさ、クーラーとさ、悟空のガシャ動画撮ったんだけど、大丈夫だったかな。超寝ぼけてると思う、あの動画。過去一寝ぼけてる。あー、入れ込むのか、そこ。ちょっと一定なこいつ。そうか、バニシン回復速度 45% ぐらい上がるんだっけ。ちょっと腹パン射撃いこうか。腹パン射撃いって、よし、オッケー。さすがに回復してないの。オッケーオッケー。さすがにクズ野郎いらん。龍拳で落とそう。ちょっともう早く動画撮り終わりたいっていう意思が見えてますけど、めちゃくちゃ演出かっこよかったね、ドッカンの。超かっこよかった。まあ、一応打つか。おーっしゃ、よしよし、欲張んなくてよかった。まあ、落とせるよね、これでさすがに。よーし。さあ、レジェンズ運営さんがどうやって対応するのか、マジで見どころですけど。いや、絶対ね、なんか、ほんと、冷凍とかやり込んでるね、上手い人とかを、アドバイスとかでね、ちょっと雇うとかした方がいいと思うんですけどね。さあ、達人さんよろしくお願いします。これは、紫出てくんのかな、さすがに。いや、ほんとにさ、僕とかさ、力の大会も PVP も1位取っててさ、もうどの レジェンズユーザーよりもレジェンズやり込んでるんで、まじ僕にアドバイスもらうのが一番だと思うんですが、ダメですか？俺がこのゲームを終わらせに来たって言おうとしたけど、それはダメだな。うん、救いに来ました僕が。うわぁ、さすがに来るよな。そう、龍拳の通り良すぎるんでね。そう、お願いします。ちょっと硬い紫いるとね、龍拳は間違いなく動きにくくなるんで。さあ、
いや、見えんか。おい外人には回避回避して、なんだその着地圧は。変えてきたら変えましょうって言いたいんですけど、変えてこないですよね。クズで受けていきましょう。おいおい、なんだお前は。鍵見てあって。快速ね。さあ、ここで泥足と、これ泥足2段階になります。なんかお祈りしてこん。してこんか。必殺の弾クソ邪魔だな、これ。弱え。腹パン来るよ、腹パン。オッケー。回避回避でいいや、オッケー。最初だけ、おそらくあれだったと思うんだ、オッケー。144。待て、最悪。よー、ちょっとブースト1段階できんかった。最初だけずらし回避意識して、ずらし意識してきたと思うんで。多分あとはずらせない、こいつ。オッケー。さあ、弓毛しっかり回収していきましょう。借金取り立てていきましょう。今、牛島くんにはまってるんでね。さあ、痛えぞ、これ。オッケー。131。いや、射撃撃ってきてくれ。あ、かぶそうか。腹パン、中級台来ると思う。おお、やばい。外人は回避回避なんですよ。131だったよね。うん。じゃあ、間に合いませんね。この待機管理ね。いや、PS 出てるわ。PS 出てる、このゴミみたいな環境でもしっかり PS を出してる、この俺イケメンすぎる。死ね。マジでこのゲーム。もうやめる俺、本当にやめる。このゲームやめる俺。遠距離。去年なら行こう。友人ムーブでしっかり暴発をもらいますと。すでに出さないの、ここ。もう一枚引けるよ。オッケー。マジぶっ殺すわ、このガキ。お前もライジング押せ。さすがに押さんか。はい、入れ込みでしょうね。さよなら。さあ、バフしっかり見つつ特集。何もついてないんでタックルですね。ごめんなさい、ついてたみたいです。ごめんなさい。生きったー。うわー、今のめっちゃかっこよく決めたかった。何してんの、お前は。回避ライジング来ます。ほらね。俺やばい。俺うまじ。なんで当たったお前は。避けてなかったのかよ、お前。あー、もう最悪だ、このゴミゲー。当たり前。あ、待って、これ気になるんよ。これさ、ダッシュタックルいけんくなったの。あ、そうなんだ。やっぱいけなくなったんだ。そうだよね。だから、ライジング読んだ後に眉裏タックルしか、タックルしたい時はできないのか。そう、それが知りたかった。大きい子。マジか。ちょっと歓喜将軍は何パーティー使ってるんだろう。お願いします。大きい子、なかなか、パーティー組むの、やばいな、これ。なかなかいかついパーティー組んでるな。やっぱ歓喜軍で、ね、なかなかの上層部ですよね、確か。あんなんですけど。やっぱなんかそれだけお金もらえてんのかな。楽しませてもらおう。これ跳ねてるよね、多分。よし、抑えて178。何してんの。あー、そうか、ユニフォーム隠したいな。そのまま行って、あー、でもミルクだからあんま良くないか。行って行ってえぞ。マジか、もらうか。パーパンヒットして射撃、オッケー。さあ、ここ外しましょう。オッケー。完璧よ。さあ、行け、クーラ。かっこいいな、やっぱクーラは。やべえ。出来たての唐揚げ弁当できちゃった。てか、出血なんだ、このクーラって打撃。もう最悪、このゲーム。本当に引退していい、俺。優しい人でした。ありがとうございます。おぎこ。ありがとう、おぎこ。友達になれるね、俺たちは。いって。
いや、場に戻そうか、これ。いや、特殊欲しいんだよな。やべ、クーラすげえ。出血と通常でしっかり削って、なにこの、全部使わされたんだけど。入るか。まあ、一つで。オッケー。これ、ライジング持ってるってことなのかな、そこの特殊は。腹パンでとどめ刺しに、いやー、くそ惜しい。カヒミと射撃。あ、持ってるわ、これ。いやー、あんま意味なかった。腹パンから射撃かぶしてくるかな。オッケー。クーラーが強え。なんかクーラーが強え。ドロ速。オッケー。いけるよね。で、これちょっと時間や、あの、待機がやばいんで、メイン切ります。ありがとうございました。優しい方でした。やばい奴の方、後には、しっかり優しい方と当たってね、仲良くなっていくと。いうことで。おう、あれか。あの、なんか、こんなゴミみたいな環境でもまだ、人の心がある方がいてよかったです。嬉しいです。ということで。ちょっとレジェンズのモチベ、だいぶね、結構僕も下がっちゃってるんですけど、まあ、頑張ってね、運営さんを信じて僕は、毎日動画ね、いっぱい出していくんで、皆さんも、レジェンズね、まあ、ちょっと休憩って感じでね、もうちょっと休んでね、運営さんが対応してくれるのをね、待ちましょう。ということで、終わります。